ビッグアイは福島県郡山市の東日本旅客鉄道郡山駅前に立つ超高層ビル。郡山駅西口の再開発事業として郡山市の財源によって複合ビルと位置づけられて建設された。地上24階、地下1階建てで最高高は地上133メートルであり、福島県内で最も高い人工建造物である。ビッグアイ周辺。 右手は、郡山駅駅西口再開発の目玉として、1983年1月に、各店舗として、百貨店総合の出店が決まり、1984年1月に、郡山市が建設申請を提出し、同年10月に申請が受理され着工する方向で進んでいた。しかし、1985年4月に、 百貨店を核とする再開発計画に慎重派だった青木被災地長が当選したため、郡山市川で計画の見直しが進められて、それに地権者が反発するなど混乱が始まった。こうした混乱を問題視した祖母が1986年1月に出展計画を白紙撤回して撤退し、計画地の地権者で作っていた地権者協議会も同月に解散する事態となった。 同年6月に、郡山市側が、コンペ方式による一般公募で新構想を募ることを発表し、翌月にはコンペを強行するとともに、受理されていた参上申請も撤回し、計画は完全に白紙化されることになった。こうした強引な計画見直しによる混乱に、地権者は猛反発し、郡山市を相手取って医者料を支払いなどを求める、訴訟を起こす事態に発展した。 1989年6月の第一審の福島地方裁判所は、地権者らの訴えを認めて医者料1570万円を支払うように命じたものの、1994年10月の第二審の仙台高等裁判所は一転して、郡山市の裁量を認め、違法性がないとの判断で医者料の支払い命令を取り消し、1998年10月の 最高裁判所の判決も2審と同様に市の最良の範囲内であると認めて、この訴訟は郡山市の勝訴となった。しかし、この間の1989年11月には、郡山商工会議所が都市型百貨店を誘致することを決めて、郡山市と地権者との間で調整に入り、1990年に再開発推進協議会が行った調査で4つの 百貨店が出店を検討しているとの結果が出たことから、九百九十一年四月に、郡山市と地権者らの間で、都市型百貨店を各店舗とする再開発を行うことで、再び合意するに至った。この合意を受けて、作業部会で改めて再開発の構想策定が進められ、九百九十一年十一月に地下四階、地上八階建てのビルを建設して、 都市型百貨店を各店舗として出店させる計画が策定された。これを受けて、翌1992年4月には6つの百貨店が出店の意向を示すに至ったが、1994年2月になっても年度内の各店舗決定を行えない状況が続き、その間に景気が悪化したことから百貨店の出店構想は分散無償し、 1995年7月には、都市型百貨店にこだわらずに各となる大型店の出店を模索する状況になった。こうして、各店舗として出店する大型店の招致が困難な状況となったことを受けて、1996年8月に、商業施設だけでなく公共施設も入居させる複合型の22階建ての超高層ビルを建設する構想が浮上。 その中に日曜日にも開庁する市役所の分出的な機能を持たせた市民センターなどを郡山市が開設する方針を打ち出し行政側が大きく関与する方針へ大きく転換したこの官民複合型の再開発ビルの民間部分のテナント招致を進めるため1997年7月に三菱商事などと業務委託契約を結んで同年12月には 基本設計作成を委託し、翌1998年9月には、福島県知事から新たな再開発計画の認可を受けて、同月には、知見者などの権利変換の審査に入るなど計画が、進展し始めた。この新たな官民複合型の再開発計画は、中心市街地の活性化の一環として進める、方針が1998年12月に、市議会で表明され、 市の施設だけでなく、県立高校や科学館、福島大学のキャンパスなど、国や県の施設を入居させる方向へ発展した。こうして計画が固まったことから1999年1月に、地権者の権利返還計画を知事が認可して、正式に再開発計画が事実上確定し、着工に向けて動き出すことになった。同年10月には、 民間部分の入居者募集を開始して、郡山商工会議所などが出資して2000年2月には、再開発ビルの管理、運営を行う会社が設立され、同年8月には民間企業向け事務所フロアの入札が行われて、大成建設と前田建設が落札した。2000年9月に公募によって、ビルの愛称はビッグアイとなり、同年12月にはイタリア語で、 体制の人を意味するモルティが商業施設部分の名称となることになった。2001年3月に落成し、翌月4月に市民プラザや福島大学のサテライトキャンパス、商業施設部分のモルティなどが開業した。また、このビルの建設と合わせて、郡山駅、西口駅前広場の整備も行われ、ビルの2階がペデストリアンデッキにより、駅や 市営駐車場などと結ばれた。なお、ペデストリアンデッキのうち、歩道橋部分と、階段部分は2011年の東北地方、太平洋沖地震で被災し、一時期供用中止となっていた。同年7月には、触れ合い科学館が郡山市に引き渡されて、同年10月に開館したことで、ほぼ全館が開業する形となった。しかし、 郡山市が一旦取得する形を取った民間企業向けの保留床のうち約半分しか民間に売却できなかったため計画された資金の回収が滞ってビルの管理運営を行う第三セクターが保留床の取得費を全額納めることができなかったり郡山市が追加で公費を投入して不足分を補填する事態となるなど資金回収は計画を下回ることになった 22回展望ゾーンより望む、阿武隈高知展望ゾーンより望む、さん、田良山、万代山、東北新幹線22回、郡山市ふれあい科学館のドーム。内部は、プラネタリウムとなっている、ビッグアイに入居する福島県立、郡山萌え横等学校玄関展望台より、ビッグアイ南側の郡山市街を望む、展望台より、ビッグアイ北側を望む、ビッグアイ2階。 モールティ入り口、ありがとうございます。